えー、今日はですね、北朝鮮のミサイルについて解説をいたしましょう。す、え、で、ー、にですね、日本を射程にしているミサイルというのは多数、もう北朝鮮にすでに配備されております。短距離弾道ミサイルというやつで、ノドンとか言われてるやつですね。もうこいつらは日本全土を射程に収めております。もちろん東京も射程に収めておりますので、いつでも発射できます。 それが発射してきたら、それに対して対応すればいい話なんです。えー、今回撃たれたものは中距離弾道ミサイルと言われるものです。アメリカを、まあ射程に収めることはできないんですけど、まあアラスカとかですね、その辺ぐらいまで飛んでいくと。中国とかそういったところにも飛んでいくわけですけれども、まあそのアメリカを完全に射程に収める ICBM を開発するステップとして実験をしてるんですね。でもこれあくまでも実験なんです。実験をしないと、 撃てないんです。で、アメリカは当然東側にあるわけですから、そちら方面に撃つ。そして、え性能をですね、まあ、ロケットミサイルってものは全てそうなんですけど、基本的に東に撃ちます。なぜなら、自転のスピードを使いたいからです。またですね、西に撃ったら中国があるじゃないですか。まあ、中国の陸地に落ちちゃったりとかするわけで、北朝鮮の位置から、えー、射程何千キロというミサイルをですね、撃とうとした場合に、 どこに着弾させると安全なのか。これ実験ですからね。太平洋になりますよね。だから実はこれ北朝鮮ってノータムってのを出してるんですよ。 ノータムって何かって、ミサイルの場合は出してないかもしれないですけど、ロケットの時はノータム出してました。どこに、えー、ロケット、ミサイルが落ちるかもしれませんみたいなことをですね、あらかじめ警告をしたりとかするんですけれども、まあ、出してる場合と出さない場合があるんですけれども、えー、そういったこともしてると。またですね、これ津軽海峡の上を通してるわけですけど、できるだけですね、日本の領海、領空にですね、落とさないように配慮してるんですね、領土にね。 で、ロケットというのはですね、弾頭に衛星を積むとロケット、爆弾を積むとミサイルになるだけであって、ロケットとミサイルとは基本的に同じものです。ロケットの制御も非常に難しいんですが、そこを超えていくとですね、もう空気薄い。ほぼ宇宙空間みたいなところなので、ここは理論通りに飛んでいきます。なので、こういう放物線を描いて飛び始めたら、もう大体落ちる場所わかるんですよ。もう実験で日本に落ちた意味ないわけですよ。 北朝鮮の目的っていうのはアメリカにいつでも核ミサイルを撃てるぞ撃てるぞっていう状況にして対等に外交を行うこと、そして北朝鮮の独立、そして金正オのですね、安定っていうのを求めるのが彼らそれを最大化すべく核ミサイルを開発してるわけですから、日本に落ちてくるわけがないんです。J アラートとかこういう時に使うものじゃないんですよ。ノドンとかが飛んできた時にやんなきゃいけないものであって、 でも、いきなり喉飛ばすような状況じゃないじゃないですか。核ミサイル何本か落としたとしても、これも世界中から報復されて肝ちをなくなるわけじゃないですか。何のためにそんなことやるんですか北朝鮮日本に攻める力なんかないですよ。ミサイルを何本か落とすぐらいはできるかもしれないけど、それ以上のことはできないわけじゃないなのに攻めてくる意味あるっていう話なんですよ。ないよね。ということで、 日本なんか相手にしてないんです。正直日本なんか相手にしねえよって相手にしてるのはアメリカなんです。だから今回のミサイルの件もね、日本が大騒ぎしてるのは非常に滑稽でございます。ということで言ってらっしゃい。